の位置を直接探すのもありだと思うぞ。その近くに上がる方法があるはずだ。探そうぜ。止まれ。何者だ、勝手に用地に入り込むとは。そうだそうだ、わけがわからないぞ。オイラたちは招待されてここに来たんだ。そんな風に。あ、いや、また。まさか行幸、わざとか。軍玉閣に招待するふりをして、実はここに来たオイラたちを捕まえるつもりなんだ。怒ったぞ。そこの兵士、おとり捜査反対、卑怯だ
何を、普通に仕事しているのに卑怯とは。意味がわからない。とりあえず捕まえるぞ。来るぞ、やってやろうじゃないか。国政様、この不審者たちが奇襲機に何かしようとしています。誰が不審者だ。ん、軍玉閣、君たち何者。招待された客人でリーユエ七世を探してる。そっちは。奇遇ね。私がそのリーユエ七世よ。私は国政リーユエ七世ユウヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。おお、こんな荒野でお金持ちと会えるなんて思わなかった。壊れた天候古城園の奇襲機が一夜で修復された。私がここに来たのはそのことを調べるためよ。この戦艦軍たちがいるのも現場を守るためだけだから。誤解だったんだな。はい、全く思いつかなかった。そもそも仙人の作った装置を直せる凡人がいるなんて七星にとっては不思議な話よ。ひひん、それはな。そうだ、幽閉様は天竺園様がオイラたちを招待した理由を知ってるか。国政でいいわ。そうね、彼女が君を呼んだのはモンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ。完全に仙人の味方にならずにね。別に誰かの味方でもないよな。あの仙人たちだってリーユエを守ろうとしてるし。その守るは上から目線の傲慢のことかしら。え、君たちは凡人、彼らの守る対象だから。彼らは君を神を殺せる資格だとは思わないでしょう。だから行幸が現場を封じ、民を取り調べて資格を探すなんて命令を。彼らは何かを隠すための工作だと思ってるんでしょうね。そう、彼らは私たちを軽蔑してるわ。確かにそれも一理あるかも。でも国政みたいな仙人を敬わないリーユエ人は初めて見た。
時間の概念が薄いだけで敬えと。彼らは凡人に対して傲慢だから、私たち七星にしばらく手は出してこないでしょうね。いい、今のは忘れて。敬わないはあくまで私個人の心情だから。行幸はそんなこと言わないわ。とにかく今回彼らの行動は十分自制があるものだと認めるわ。帝君の殺害は尋常じゃない。こんな事態を前に彼らは直接攻撃してくるのではなく、他の千人を召集して話し合うことにした。思いのほか理性的ね。意外だわ。行幸はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、それは詭弁だわ。千人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどうなるの？うわぁ、また大胆な発言だな。まあ話は以上よ。こっさあ軍玉閣に行きなさい。ちゃんと時間を守ってよ。行幸に会いたい人はたくさんいるんだから。リーユエの富豪たちにとって軍玉閣に登ることは最高の栄誉よ。なんたってメリットしかないもの。メリット？でもそうだ、手土産もリーユエの文化だぞ。メリットのためじゃない、リーユエの伝統文化のためだぞ。まあまあ手土産は後でいいから、まずは軍玉閣に行く方法を教えるわ。本当はここに来なくてもいいの。リーユエ港に戻って月海亭で案内人を探せばね。それか、ではまた会いましょう旅人。うん、あの幽変は千人を敬わないけどあっさりした人だな。そうだ、行幸への手土産はどうする？そうだ、昨日夢で素敵な料理を思いついたんだ。その名も愛し行幸みたいな大富豪にぴったりだと思うぞ。それを手土産にしようぜ。ピキーンって感じでやればいいんだ。まずは材料だ。急げ、栄光と富が待ってるぞ。
凍ってしまう。それに何か聞こえないか？お、あそこの遺跡からだな。あ、あの砲塔団たちが誰かを閉じ込めてるんじゃないか？相手を間違えた。この剣は分かるかい？料理の仕方で全部どかーつけてくれてありがとう。あの砲塔団たち、そこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて。楽勝楽勝、そんなに感謝しなくてもいいからな。わかってる、ちゃんとお礼は用意するよ。いいえ、君のおかげで助かったんだから。俺はリーユエコー明星祭の供給業者モータンだ。普段は山で骨董を探してるんだが、まさか砲塔団と同じ遺跡を見つけるとは。ふっかり奴らに閉じ込められてしまった。恩人様、何か必要なものは？骨董、貴重品、俺が持ってるものなら何でも。待った、あるものを探してるんだ。おや、どういうものを？プレゼント用の箱はないか？綺麗なやつ、お菓子を入れるんだ。もちろんさ、骨董業者たるもの箱は必需品だろ。妙店主には俺から言っとく、時間があるときに店に取りに来ればいいさ。よかった、アイシングスライムの箱はこれで解決だな。ミュージックスタート。こんにちは。ここに来れば綺麗な箱をもらえるってモータンに言われたんだけど。ええ、彼から聞いたわ。彼を助けてくれてありがとう。
うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。彼に何かあったら私の商売もおしまいだわ。さ、この箱自体が骨董品でね、140年以上の歴史があるわ。綺麗にしておいたから、これでいいかしら。おお、すごく素敵だ。そうだ、他のものも見ていいか。ええ、品物は棚にあるからどうぞ。旅人、この大きい銅管すごそうだよな。これをボール代わりにしてかき混ぜたらきっと美味しいお菓子が作れるぞ。できた、唯一無二のアイシングスライム。ゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけて。ここに摘みたての花があるわ、一緒にどうかしら。やったー、完璧だ。よし、オイラたちの栄光と富を箱に入れたぞ。行幸に会いに軍玉閣へ行こうぜ。ジュエリーは品切れ中だが珍しいものもあるよ。モータンを助けてくれてありがとう。さて、銅管をきれいにしないと。ぜひとも冒険者協会に入会を。とっても面白いよ。数はどうします？それは言えない。正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号。待ってたわ、絶雲の間から帰った人。わあ、行幸だ。はじめまして。プレゼントを用意したんだ。気に入ってくれると嬉しいな。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。そんなことないぞ。ひひ。気に入ってもらえて嬉しいわ。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここからリーユエコーの全貌を見ることができるわ。商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。天中園になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。そしていつか七国を覆うことになると、私は軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は手紙の中であなたを褒めてたわ。だからあなたがリーユエに着いた日から私はあなたを探した。何？そしてあなたたちが防御旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握した。ま
さかオーナーって七星の部下なのか？違うわ。防御旅館の者全員私たち。ウィーウィー奇襲機のところで。そうよね。ずっと上で見てたのか？こんな距離から盗み見はできないわ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある。関心を持つのも当然よ。ええ。仙人と付き合いのあるあなたが、私たちを信じないのもわかる。今回は、誤解を解くために招待したの。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて長い戦争があった。たくさんの血が流れ2000年前に戦争は終わった。テイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、七神の時代が始まった。古雲閣は見えるかしら？あれは自然にできた景観ではなく、帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には七神の座を手に入れられなかったかつての魔人が封印されてる。魔人だけでなく俗世の七神聖も死ぬことはあるわ。帝君の逝去はリーウェにとって想像できないけど、テイワットの七神は崩れない。次の元神が現れる。けれどテイ君のことは忘れないわ。その時リーウェの人々と仙人の関係は、新たな時代でもリーウェ七世はテイ君の民よ。テイ君に歯向かうなんてするわけないでしょ。あの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。その場にいたならわかるわよね。七星の敵は、とうにリーウェ港にいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して、敵の行動に牽制を仕掛けたの。その敵って、誰のこと？さあ、どう思う？ああ、なぞなぞでもしてるのか？正解よ。ん？外の景色は綺麗だけど、高い場所にいるとやはり風が強いわ。さあ、二人とも、中へどうぞ。